はいどうも、プレスの T です。今日はですね、地頭ってものについてちょっと考えてみたいんですけど、皆さんどうですか？地頭って言葉聞いたことありますかね？なんか、まあ言うてみたら、頭で、自分の頭で考えて物事をこう出していく力とかね、そういう風に言ったりする場合多いんですけど、そもそもね、これって結構言葉の定義が曖昧な言葉で、よくわかんないんですよ。で、教育系のお偉い先生とかっていうのでも知らない人がいるみたいな話を聞いたんですけど、まあそれぐらいね、よくわかんない言葉なんですよ。なので、まあ今日はその地頭っていうものを僕自身がどう考えてるかっていうところと、それをどうやって強化していくかっていう話をしていこうかなというふうに思ってます。で、まずじゃあ僕どういうふうに地頭って考えてるかって話なんですけど、地頭ってまあ調べてみると、先ほども言ったように自分の頭で考えてうんぬんみたいな話とか、あるいは頭がいいっていうふうに言うてる人もいるんですね。その定義っていうのを。で、頭が柔らかいっていうふうに言うてる人もいるんですけど、結局それってアウトプットの力だと僕は思うんですよ。アウトプットする力があるかどうかっていうのが、地頭がいいか悪いかっていうだけの違いだと思うんですね。これよく受験とかの話で言った時に、例えば知識を知ってはいるけどうまくそれを使えてないとかっていうのが地頭が弱いとかっていうふうに言ったりするんですけど、それって結局その出力する力が弱いですよねっていう話だと思うんですよ。まあ、一番簡単な例で言うと、例えば産業革命、はい、どこで起きましたかっていうふうに聞かれた時に、これ答えれる人、まあ多いと思うんですね。産業革命はイギリスで起きましたと。で、じゃあそのイギリスでなんで起きたんですかっていうことを聞かれると、これ答えれないよねと。まあこれも知識として丸暗記してる人もいるとは思うんですけど、そこで自分で考えて、まあ要はいろんなたくさんの知識がね、他にもあるわけですよ。で、それを踏まえてちゃんと答えれるかどうかっていうのが、まあ、地頭を問うてるというような問題になると思うんですけど、これどうですかね？答えれますか？まあいろんな背景はあって、例えばまあエンクロージャー囲い込みとかがあったりとか、まあそういうふうな話があったりとかもするんですけどね、イギリスの地理的な状況とかで。じゃあ今度またもうちょっと話を進めて、じゃあイギリスではなくて、じゃあアフリカで起きなかった理由は何ですかみたいなのが聞かれたりとかもすると思うんですよ。で、まあじゃあそれも含めて考えていこうと思うと、暗記じゃ厳しいですよね。だって多分教科書とかでもアフリカでは起きなかった理由とかでちゃんと書いてないですからね。で、その辺のことっていうのは、まあどういうふうにやっていくかっていうと、まあ本当に普段からいろいろななぜっていうところに注目して物事を考えれてるかどうかの違いだと思うんですよ。で、ちょっと話がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、とりあえず地頭っていうのを強化するんだったら、アウトプットの力を強化しようという話なんですけど、アウトプットの強化って皆さん意識してますかね？まあ、このアウトプットの強化っていうと、まあ、とりあえずね、ひたすらもう問題を解き続けるみたいな感じで思ってる人いると思うんですけど、まあ、一問一答とかいくらやってもアウトプットの強化にはならないですよね。まあ、僕が言ってる意味のアウトプットですよ。要はなぜっていう部分を自分の頭の中でね、いろいろこうこねくり回して、インプットっていうものに対して1入ったら、例えば2、3、マックス10、100とか出せるようなその力のことを言ってるわけですけど、その練習にはならないですよね。あくまでそのインプットされたものがちゃんと自分の頭の中に残ってるかどうかっていうチェックになるので、それはちょっと弱いんですよ。じゃあどうしたらいいかっていうと、まあ、まず一番ね、受験勉強とかで関係する話でやっておけばいいっていうのは記述ですよね。記述系の問題っていうのを解けば、少なくとも自分の思考の過程っていうのをそこに書かないといけないわけですよね。で、だからそれは非常に練習になると思います。で、これはマークしかない人でも記述の練習はしておいた方がいいと僕は思っていて、それをやることによってね、自分の中での思考が整理されるんですよ。なんでこういう風な回答を書いたのかっていうのを、要は記述ってそれを書くわけなんでね。なのでその練習をしておけば、1問解くだけでも3問4問解いたのと同じような効果が得られるんで、非常におすすめです。で、まあじゃあ普段どうするかっていう話もまああると思うんですよ。で、これはやっぱね、小学校の頃とか、まあ、あるいはもっとちっちゃい頃からの癖にしておくと非常に強いんですけど、まあ、これ先ほど言った話で、なんでかっていうその理由ですよね。なぜの部分を非常に重視してほしいと。で、じゃあどうやったらそんなことができるのかって話ですけど、まあ基本的にはまず疑問を持つことですよね。つまり、まあ何でもいいんですけど、ネットの情報とかね、いろいろ書いてあるわけですよね。で、それを読んだ時に、なんかね、全部が全部それ正しいと思っちゃう人っているんですよ。で、まあ、なんていうかな、すごく
賢いとかって言うとちょっとまた変な話なんですけど、あのね、結構ね、そこ書いてあることが全部真実だと思ってる人ってどうも多いみたいで、いや、それって明らかに意見として偏ってるよねとか、いや、それって全部理屈としておかしくないとかっていうのが見抜けない人多いんですけど、それはもうなんか全てを信じてる、まあいい言い方をすればすごく素直だとは思うんですよ。素直に書いてあることをそのまま受け入れるっていう意味で、これは非常にあのいいことだと思うし、特に現代文とかね、いつも言ってますけど、現代文の問題とかを解くときっていうのは、その素直さっていうのが非常に大事になってくるので、それはそれでいいんですけど、あの地頭とかそういうレベルですごく高い次元の問題とかを解決しようと思ったら、そこから一歩踏み出さなきゃいけないですよね。要は現代文の問題と小論文の問題、何が違いますかって、そこなんですよ。現代文の問題っていうのは、あのね、どんなクソみたいな理屈であっても本文に書いてあったらそれが正解なんですよね。だから極端な話、もう人をどんどん殺すのがいいみたいなね、極端なことが本文中に書いてあったらそれが正解になってしまうんですよ。まあそんな問題はあんまり大学側も出さないですけど、まあそれがあの現代文っていうものです。一方で小論文っていうのは書いてある、まあ要はテーマに対していろいろあの答えてくださいみたいな問題よく出るんですけど、これはまた話が違くて、要は書いてあることをそのまま要約して書く、まあ、それももちろん問題として一個出るんだけど、論文、論じなきゃいけないわけで、書いてあることに対して自分がどう思うかっていうのを出さなきゃ、まあ要は小論文にならないですよね。で、その練習っていうのをしっかりと普段からやってほしいんですよ。だから、まあネットの記事とかでも何でもいいんだけど、それを読んでね、なんか反射的にツイートする人とかいるじゃないですか。いいか悪いかみたいなね。要はなんか、まあしょうもないやつね。まあ芸能人が不倫したらなんだとかっていう、でそれに対してなんかけしからんとかってすぐにツイッターとかでなんかツイートする人っているんですけど、そこでね、ちょっとあの、なんでじゃあそれってけしからんって自分が思ったのか、それをちゃんと書けばいいと思うんですよ。そうすればあのいわゆるクソツイとかっていうやつもすごく意味があるものになると思うんですね。まあもちろんそれは あなたの意見でしょって言われたらそれまでなんですけど、それってすごく大きな差があって、意味もなく感情としてパンって出てきたものっていうのは、あの何も思考がないのと一緒で、それって結局その記事の書き方、要はその不倫してましたダメですねみたいな書き方、それによってもう全然自分の印象って操作されるんですよね。だからそこで一回踏みとどまって、こういうふうに記事には書いてあると、で記事をざっと読んでいくと、どうやら不倫ってのはけしからんっていうふうに書いてあるんだけど、ちょっと待てよと、それってなんでダメなんだろうっていうふうに考えて、それをちゃんと文章にしてツイートしたっていうのでは、同じけしからんっていう結果をあの自分の中でアウトプットしてるにしても全然意味合いが違いますよね。で、それを繰り返していくことによって、多分地頭、要はアウトプットの力っていうのは鍛えれると思うんですよ。だからまあそのツイッターとか、まあ僕はあんまおすすめはしないですけど、やりようによっては非常に便利なそのアウトプットツールではあるので、しっかりと活用すればいいと思うんですね。だからまあそこら辺の話っていうと、まあ結局ね、あのしっかり自分の頭で考えましょうって言って、なんかどっちが先かみたいなね、話になっちゃうんですよ。いや、そもそも自分の頭で考えれないからその地頭が弱いんだろうって、じゃあそれを鍛えるために頭で考えましょうってもう無理でしょみたいな話にはなるんですけど、これね、あの注意しておいてほしいのがあって、あのね、やらないとできるようにはならないんですよ、絶対に。で、最初からみんな完璧なアウトプットができるなんて思わない方がいいって話ですね。とにかくこれってまあ習慣的な話なので、自分の頭で考えるのが習慣になってる人って別にそれに対して労力を感じないんですよ。ただやっぱりそういう風な習慣がない人ってすっごくそこにハードルがあるんですよね。だから毎日ちょっとずつでいいんですよ。本当に最初はなんかそのなぜの回数とかっていう話ももちろんあって、一つのことに対してなんでこうなんだろうっていうふうに思ったら、それ一個でまずなぜって出るじゃないですか。で、そのなぜっていうのに対して自分なりの答えを出して、それにもう一回なぜをくっつけるっていう話があるんですけど、まあ、これトヨタとかでよくやってるような話だって言われるんですけど、なぜを5回繰り返そうと。で、それをやっていくと、その根本的な原因に最終的には到達できますよみたいな話があって、じゃあいきなり最初5回もできるかっていうと、それって結構しんどいので、まずは1回でいいから、とりあえず何か自分が、まあ、記事とか読んだとかね、何かしら情報を得た時に、それってなんでなんだろうっていう、これを習慣にしてほしいんですよ。
できるかできないかっていうのは別にしても、まず一回こうなんでだっていうふうに思うっていうことぐらいはできるでしょ。それをやるかどうかでやっぱりね、地頭っていうのは大きく変わってくるので、まずはそれを習慣にすると、常にもうある意味もうへりくつ人間になってしまえばいいという話ですよ。とにかく、え、なんでそれって本当ですか、もうね、もうめんどくさいじゃないですか。めんどくさいんだけど、それがまあ習慣になってくると、やっぱりね、地頭でどん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 あのレベルアップしていくと思うんで、それをやっていくと、でそれをしっかりとアウトプットしていくわけですね。やっぱね、文章とか書いてみると、ツイートでも、ツイッターでもそうですよ。ツイートするときに、書こうと思ったときに、やっぱいいか悪いか、イエスノーぐらいだったらすぐ書けるんですけど、その理由って何だろうとかって思い出すとなかなか書けないんですよね。で、そもそもその理由とかがちゃんと書けないんだったら、ツイートしなきゃいいんじゃないかっていう話も、まあ、あるにはあると思うんですけど、まあ、そこはまあ各人の、あの自由なんで任せますけど、もしあのね、地頭っていうのを強化したいって思うんだったら、そこをしっかりよく考えて、あれ、じゃあ俺なんでこれダメだって思ったんだろうっていうのをちゃんと考えた上で、そのツイッターとかでしっかり発信していくというふうにすると非常にいい練習になると思います。とまあいろいろ話をしてきたんですけど、僕自身の、あくまで僕自身の考えですけど、地頭っていうのはアウトプットだというふうに僕は考えているので、まあ、それをどうやって強化していくかっていう話で言えば、普段から疑問を持つと、いろんな情報に対してそれって本当ですかとか、なんでだろうっていうふうな考え方っていうのをあの持つっていうのを習慣化すると、で、まあ、例えばアウトプットの練習で言えば、ツイッターとかでツイートするっていうのも一つの手だと思うんですけど、反射的にやるんじゃなくて、それを最後ツイートするっていうボタンを押す一瞬前にね、あれ、これってなんでそもそも俺はツイートしようと思ったんだったっけ、なんでこれいいとか悪いとか僕言ってるんだろうっていうところで考えた上でツイートボタンを押すと、そういうふうなことをまあね、習慣化していけば地頭ってどん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 良くなっていくと思うんで、まあね、皆さんやってみてください。というところで今日はこんなところで終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。